同志社グリークラブは同志社大学の学生により構成される1904年設立の男性合唱団である。重厚な歌声に定評がある。かつては関西学院グリークラブと共に学生合唱コンクールの常連優勝クラブであった。1904年聖火隊として発足した。1911年片桐明が合唱団を改革統一し、 同志者グリークラブと称した。1935年、創立60周年記念で、およそ3時間に及ぶ53曲からなる、ヘンデル作曲のメサイヤの闘志、演奏を日本で初めて行った。初演会場となった、英公館は国の登録文化財となっている。英語が禁止された、戦時下の1940年、進学部講師の森本義夫が歌詞を日本語訳し、 中止を逃れた。戦後の混乱期であった1946年に第3回のメッサイア演奏会を実施した。1957年から1964年は人材難から中断されたが、その後復活、年の締めくくりに演奏会を行っている。1974年長い賞受賞、同賞の第1号受賞者となった。その後2005年にも再度同賞を受賞した。 同志社大学の創設者、新島女生誕150年にあたる1993年には、学生、OB ら約220人が、新島が若き日に学んだ、アメリカのアーモスト大学を訪問した。2011年に開校した、同志社国際学院所等部、国際部の開校式では、小倉家作局の効果を披露した。 全日本合唱コンクール全国大会には1948年の第1回から出場していて、第10回までに優勝3回。その後長くコンクールに出場しない時代が続いたが、2000年代に入りサイド出場、6度の全国大会出場を果たしている。合唱名曲コレクションシリーズの発売元は、東芝 EMI。名刺記者を輩出しており、 浅井隆一は、1963年にアマチュア合唱団、京都エコーを設立、1999年に全日本合唱コンクールで20年連続金賞という金字塔を樹立している。ありがとうございます。